さっき安倍さんが言った目を開けっていうのですけど、これ昔太陽の方のアニメーション映画の一番最後のところにエンドの歌が流れるところに目を開けっていうこのページが出てくるはずなんですよね。でこの後にね297ページですかね、自らを知るとはっていうところ、目を開くとは自らの冷静に気づき4次元以降の実在界の存在に対して心を開くということで、でそのさらにもう次のページに、本物の自分を知るためには偽物の自分を捨てなくてはなりませんと。だから今室伏さんがおっしゃられたみたいな、その先にねやっぱり本物の自分にやっぱり出会っていただくっていうきっかけがこの目を開けのこの小説ここにあると思うんですよ。だから非常にこの太陽の方の中でも有名な場所ですよね。この執着を断てっていうところの、他人から愛を奪い取る自分、仏を信じない自分、精進をしない自分、執着だらけの自分、これ何回も何回も本当にこう見るたびにドキッとするっていうか、申し訳ないと思うかドキッとするか、その時の心境によってこういろいろありますけども、あまたできてないなとかそういうのありますけども、ここの298ページの執着を断てっていうところを読んでいただくだけでも、だん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 急にはやめられないですよね。やめろって言ったってずっとこれしてるわけですから、やめられないし、別のものに置き換えない限りやっぱりこう私たちもいろんな形で何かにこうハマったり、それから抜けられないとか、例えばサラリーマンであれば夜のお付き合いをしないでどうやって、まあ、修正するんだって言われたら、もうその通りかもしれない。それでだんだん習い性になって自ら飲みに行ったりする人もいるでしょうし、もう飲まずに寝られない、週に5回6回土日までになっちゃうような人もいるでしょうけども、それは何か置き換えるものがないからですよね。それはやっぱりそれが偽物の自分だっていうことを知らないからなんじゃないかなと思うんですよね。その太陽の方に出会った時にやっぱり、あこれが偽物の自分でこれが本物の自分なんだっていうことを、この第6章の1節2節によって知ったっていうことが大きかったんですね。だからやっぱりこの方にもぜひこの執着を断てっていう第2節知っていただきたいなって思うんですけども。そうですよね、気づけばパチンコ屋にいるというレベルですから、これ先ほど聞いてハッとしたんですけど、愛知が一番パチンコ屋さんが多いというですね私は勝手にこの統計的に、まあ、多い方にあるということで、そういう感じがするんですよね。最近のニュースで見てるとね、大阪とかが多いから大阪もちょっとほっとしましたけどね、ほっとしましたけど、まあ、依存症という意味でちょっと強烈な依存症、まあ、中毒といった方がいいんですけど、その、1週間前にそういう方と出会いまして、どういう中毒依存症だったかというと、麻薬中毒の方でした。幸福の科学の支部ができた時に近くに住んでいた方で、麻薬をやってて気を失って気づいたら幸福の科学の本のコーナーの前に行って、明治天皇の経典を取ってたっていうですね、これ気づいたらパチンコ屋さんではなくて、気づいたら幸福の科学の本屋本コーナーの前にいたっていう人もいたので、その方は今、十数年経って、もう中毒がなくなり依存症がなくなり、更生されておりますので、ぜひ幸福の科学の大川隆法先生の本を読みながらですね、戻していっていただきたいなと思います。その時に、この私もよく実践させていただいている、決定的な習慣といいましょうか、こういう習慣を持つと人生が花開くよ、または依存症がなくなるよ、または好転するよ、今いろんな角度で言われているのが319ページです。人生には一つの秘訣があります。それは自分が死ぬ時のことを瞑想してみるということです。ということで私もやっております。朝起きた時に自分が夕方には死んであの世に帰る、あの世にですよ、死んで亡くなるっていうわけではなくて、死んであの世に帰るということをイメージしてから一日をスタートする。その時にどう生きればいいのかと思った時に、なけなしの能力で、なけなしの体力で、なけなしの実績ではありますけども、夕方あの世に帰るんだったら何か人のために、または何か自分が生きていた証のために、お金時間そういうものを使いたいなというふうに私自身もこう日々思うものですから、ここはおすすめさせていただきたいと思います。太陽の方の319ページ読んでいただければなというふうに思いますね。そういう精神が明治維新を起こしたしですよね。
日本を変えた精神ですよね。武士道。武士道そのものですよね。武士道と言ったら諸星さんがいやそれはちょっとよくわからないんですけどもそうですねちぃさんのですねあのお話聞いてると、まあ、自分が何度もやっぱり辞めたいと思ってそこにチャレンジしてきたけど辞められない自分っていうのにやっぱ自己嫌悪されてるっていうのあったじゃないですか。だからそういう時に私も同じような時にすごいその太陽の中で励ましていただいたお言葉があるんですけれども328ページのところですね。人生にくじけそうになった時には自分には勇気というまさかりがあるのだということをどうか思い出していただきたいのです。自分がとても惨めに打ちしおれてしまった時には仏はあなた方に勇気という名のまさかりをくださっているのだということを思い出してほしいのですと、まあ、こういうふうにはあります。泣けますよね。ここは泣けますよね。本当になんかこの方 C さんのお悩み聞いた時にやっぱりここをぜひねお伝えしたいな。なかなかやっぱりこの今そういうふうにはなかなか思えないかもしれないし、もうやめようと思っても一回この気合は入れるんだけどもすぐギャンブルに走ってしまったりとかするその繰り返しだと思うんですけれども、ぜひこの何度も何度もチャレンジはされていくと思うんですけれども、ぜひその心の奥にですね勇気という名のまさかりが C さんにもあるんだっていうことをぜひ心の中で知ってていただきたいなっていうふうに思います。それともしその勇気があればここをぜひお伝えしたいなと、こんな時代ですので289ページの4行目にあるんですけど、地球全体が一旦闇の底に沈む時期がすぐそこまで来ているからこそ、まあ、これはもう本当に明日どうなるか分かんない時代です、ついに来てしまいましたんで、世界が闇に沈む時どこかに灯台の光が明かりが必要なんです、どこかに仏法真理の光が必要なんです。この太陽の方こそ昇り来る仏法真理の太陽であり新しく開けていく文明のための光なのです。これ本当の本当のことですので、みんなこの言葉で人生投げ打ってきてる人もたくさんおりますし、もしこういうことでお悩みでしたら一緒にお手伝いしていただいて仏のためにお仕事をしていただき、どんなことでもいいです、支部に来てどんなお手伝いでもいいからしていただいたら、その部分がこう入れ替わりますんで、入れ替えちゃいいわけじゃないですか。あのパチンコ屋に行くんだったら支部に来てください、私たちに会いに来てください、皆さん名古屋とか大阪とかみんないろんなところにいますから会いに来ていただいて話していただいてその時間を入れ替えちゃえばいいじゃないですか。で、あのやめようとするよりも何か入れ替えるのが早いんじゃないかと。その根本はもうこれから先どうなるか分かりませんよっていう時代が今テレビつければ分かる通り、まして新聞に全部はまだ書かれていないけども、このままいけば経済は相当どころじゃないダメージが来ることは簡単に想像ができると思いますので、ぜひその現実を見ていただき、やっぱり時間をあまり生産的でないと失礼ながら言ってしまいますけども、でないものから世のため人のために使うということがこのやめたいのですがどうすればよいでしょうかということの答えなんじゃないかなって一つはそう思います。